下を向いてる時間はないですし、全員がやっぱり声で盛り上げて、そういう雰囲気を作っていって、全ては勝利のために。8月16日 VS アルビレックス新潟。そうですね、やっぱり選手として監督が責任を取ってっていう形なんですけど、選手の責任もやっぱピッチでやってるような選手ですから、その辺の責任っていうのはみんながすごく感じていました。戦う姿勢だったりとか、ピッチの中で、声を出して盛り上げるっていう部分では、ものすごくチームの雰囲気も変わりましたし、こうファイトするっていう、とにかくもう戦うっていうことは田坂さんになってから変わったかなっていうふうに思います。立ち上がりに失点してしまって、そこはすごくもったいなかったですし、2失点目もセットプレーからバーの跳ね返りを、こぼれ球が決められてしまってという、そこまで、ピンチがなかったですし、逆に自分たちの方がチャンスが多い中で、決めきれなかった、そして、そこを守りきれなかったっていう、本当に、もったいなかったなっていう印象はあるんですけど、やってる内容自体は本当にみんなよく戦ったと思いますし、最後のところやっぱり自分がしっかり体張って守れてれば、勝てる内容だったと思うので、次に向けてしっかり準備したいなと思います。みんながハードワークして、湘南も特にこう走ってくるチームだったので、そこでやっぱ走り負けないっていうところも、監督から話もあったし、とにかく、勝ちたいっていうその気持ちで、みんなハードワークしてくれましたし、勝てなくて残念でしたけど、これを続けていけば、勝てる確率っていうのは確実に上がってると思うんで、しっかり自分も、準備して、次は同じことがないようにしたいなと思います。全ては勝利のために。8月16日 VS アルビレックス新潟。本当にもう残り11試合という中で、みんな厳しい状況だっていうのは分かってるし、でもその中で、この間の湘南戦みたいにファイトすれば、必ず点は取れるし、最後のところでやっぱりみんなが集中できればそんなにピンチもないですし、そういうところを徹底してとにかく、もう時間は少ないのでしっかりとその辺を心の準備をして戦いたいなと思います。ここから本当に、メンタルが試されていると思うんで、とにかく、下を向いてる時間はないですし、全員がやっぱり声で盛り上げて、そういう雰囲気を作っていって、そういう雰囲気っていうのは徐々にできてきているので、これを持続して、結果を出せるようにしていきたいと思います。そうですね、やっぱりホームでなかなか、勝ててないっていう部分があるので、自分自身も歯がゆいですし、当然見に来てくれてるサポーターの皆さんの方が歯がゆいと思うんで、しっかり、選手たち結果出すので、これからも応援よろしくお願いします。この、厳しい状況の中で本当に皆さんの声援というのは僕たちの力になってますし、それをなかなかピッチで、表現できずに結果出せないってところは、歯がゆい部分本当にありますけど、僕たちは絶対諦めてないですし、残り11試合で、必ず結果を出すので、熱い熱い声援を、これからもよろしくお願いします。全ては勝利のために。8月16日 VS アルビレックス新潟。